ピオン。始めるか。おお、人って見た目によらないんだね。あんた戦闘に慣れてるじゃん。後で真ん中のエレベーターから下に降りて主制御部分を目指そう。道は知ってる？あれ？そういえばあんた宇宙ステーションの制服を着てないけど、本当にここの人なの？記憶喪失？やっぱり怪我してるみたいだね。まあいいよ、もう聞かないよ。行こう、うちが無事に送ってあげるから。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。破るためにある。楽にしてやる。殴ったね。痛くも痒くもない。逃がさない、うちの出番。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。殴ったね。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。この品が最後かな。壊れてるみたい。ボタンが反応しないの。ここに万能な炭鉱先生がいればよかったのに。炭鉱はね、不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路を通って一つ上の階から来た。
ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが、命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな？防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。美月、まずは自分を切り。どけ、騒ぎを起こしたくはない。うちってばなかなかやるじゃん。やっ、ルールは破るためにある。楽にしてやる。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは仲間なのか。そうだよ、うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ、ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか。ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した遺物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか。確かカードを一枚渡されたような。美月、どこにしまったか忘れちゃった。おい、お前というやつは
キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。行くぞ。待て、最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。レギオンがエレベーターを使って主制御部分に侵入することは絶対に避けなければならない。俺はカインの安全を最優先する必要がある。だから貴様らには少しだけ回り道してもらう。苦労をかけるな。貴様らってどういうこと？アーランは一緒じゃないの？俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残って、そっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。その心配は必要ない。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作できるのだろう。そうだよ、うちら二人でここまで来れたんだから。それに炭鉱もいるんだし、そこまでしなくても大丈夫。半物質レギオンはうちらに任せて、アーランは自分のことだけに集中すればいいよ。ありがとう。半物質レギオンの侵入の目的に心当たりはあるか、アラン？ミス・ヘルタの収集品が目当てだろう。だがこんなことをしてまでなぜ？ミス・ヘルタの収集品の中に性格が一つあると聞いたが。それは俺の立場では得られない情報だ。よし、この機会を逃すな。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。どけ、騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ほら、くらえ。争いに意味はない。うちに出くわすなんてついてないね。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。
リッジが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。うちのとっておきを食らえ。お前の番だ。どけ。しかないやつだよね。いや、光炎水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている。カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、ヘルタはどうやってこれを手に入れたのか。これら光炎水の入手先はどれも真っ当だ。だが俺の口からはここまでしか言えない。とりあえず身につけてみろ。戦いの役に立つ。この品が最後かな。もうエレベーターに着いたの？あんまり敵に遭遇しなかったね。下手に動くな。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ルールは破るためにある。はっせい。うちがいるんだから負けないよ。Thank you.
次は誰だ。くらえ。今だ。うちってばなかなかやるじゃん。ほら、お前の番だ。殴ったね。争いに意味はない。はっ、せっ、はっ、逃がさない。ああ、ルールは破るためにある。はっ、うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし、結果オーライね。美月ちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子、もっと早く来て。最後に相手した半物質レギオンはバッタみたいだったんだよ。うちは弓を使ってるし、すごく苦労したんだからね。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫？アーラン、アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。俺は先にアスター所長に状況を報告しに行く。じゃあな。はじめまして、私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。つまり列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間、美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？あんた、ちゃんと考えてから答えてよね。うちらは若いんだよ。つらつと前に突き進むべきでしょ。この人結構見る目があるよね。でしょ、タンコ。
俺には黙秘権がある。若者はすぐに打ち解けるわね。あんたたちもう仲良くなってるじゃない。行くわよ。アスターがあんたたちを心配してるわ。放射レーダー追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。アスター社長戻ったよ。みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はぁ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら彼女を引きつけることができるでしょ。それはとても助かるわ。のケアはお願いね。何か質問があれば私や姫子さんに聞いて。もっと早く反物質レギオンに気づいていれば。大丈夫だ、このくらいの痛みなんてなんともない、とっくに慣れている。
他の者たちを守って負った傷なら誇れるものだ。今言ったことはアスター所長には言うな。やはり数名のスタッフが不幸に見舞われた。他のスタッフは大部分が軽傷だが、俺は彼らの精神状態が心配だ。ほとんどの者はミス・ヘルタを慕ってこの宇宙ステーションに来たが、今は彼女と連絡がつかない。家族と連絡を取る余裕もないんだ。彼らがこの危機を乗り越えられるといいんだが。俺がアスター所長に初めて会った時、彼女は大企業のお嬢様だった。俺には彼女に恩がある。だから彼女が宇宙ステーションに来た時、俺もついてきたんだ。研究はよくわからない。だが研究を大切にしている人たちを守り、彼らが研究を順調に終えられたらそれでいい。この騒動が早く収まることを祈ろう。バーを下げて、アルフレッド。あ、ごめんなさい、人違いだったわ。ありがとう、若い人。私たちは今、衛星遠隔計測の事前調節をしているの。私が信号を観測するボタンを押すから、あなたは言った手順に従ってバーを動かして。先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。私たちの事前調節には3つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次は減衰器で、最後に信号を露波器に出力するの。内容が多かったかしら。覚えられた？じゃあもう一度言うわね。まずはバーの方向ね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。事前調節の手順は3つで、まずは準備はできた？順序が違うわ。バーを上にして周波数帯メーターをオンにする。さらに右にして減衰器を。準備はできた？3、2、1。完璧よ、ありがとう。助かったわ、若い人。もともとこの部分を担当するのはアルフレッドだったんだけど、さっきまで収容部分にいて、まだ戻ってきてないのよ。エイブラハムと彼は仲が良かったから、このことを彼にどうやって伝えればいいのかしら。宇宙ステーションを維持するのが最優先だから、まずは目の前のことに集中するわ。もう行くぞ。逃げるんだ。私はここを離れる。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても、明日からは逃げられない。見たまえ、バリア識別端末は142,856回の攻撃を記録している。次の数字は142,857回だ。私は信じている。この絶望的な美しい走馬灯の数を見たとき、私の人生も
その最後にたどり着くのだろう。なんて哲学的な言葉だろう。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今が生の瞬間なのだと気づけるんだ。元気を出さなくてはな。感謝する、善良な人よ。通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅大君が手を出してこない限り、ここは安全だわ。でも、うちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ。終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。半物質レギオンにとってここの防御システムはあまりに脆弱だ。レギオンにはアイウォーン・ナヌークの祝福がある。それに準備も整えてきているはずだ。ここの人たちでは守りきれない。だからこそ私たちは必ずここを離れなければならない。それも彼を連れてね。ん？なるほど。彼は重要な存在なんだな。彼は突破口なのよ。もちろん私の勘違いってこともあるけど。そうか、分かった。次は何をすればいい？ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに行けるようになってるの。そこでベルトと合流しましょう。幼児ちゃん？幼児ちゃんが来てるの？列車に残ってたんじゃなかったっけ？俺たちの行動は請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば、ベルトさんも嫌でも気がつくだろう。ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね。今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角、ふっ、はっ、逃がさないわ。いや、即戦即決といこう。くらえ。さあ、全部あんたのために用意したのよ。どけ、騒ぎを起こしたくはっ、やっ、
うちにできない。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。出口はあっちだけど、どうやって行けばいいの？争いに意味はない。うちってばなかなかやるじゃん。いや、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。逃がさないわ。この機会を逃すな。戦闘は精巧なデザインなの。もちろん誰でも構わないわ。逃がさないわ。うちの出番。ほら、自分の意志で結末にたどり着いてみせる。